私はあの日本のスプーンのオーナーの市島です。私の会社は、1975年に、スタートした、今から約45年ぐらい前の設立された会社です。会社を作った理由というのは、自分たちが作ったレース用の部品を皆さんに、世界中のホンダファンに、販売しようという計画でした。それが設立の思いです。私たちがタイに対するあの気持ちというのは、あのアジア、特にあの南西アジア、インドネシア、マレーシア含めて、タイが、ホンダ車のハブ、車を作り、開発するハブなので、非常にあの以前から、興味を持っていました。タイは素晴らしい成長をしてますし、僕らも製品を通じて開発していこうと思っています。私たちの会社は1990年に初めてそのタイにレースで参戦しました。それはパタヤビーチっていうパタヤサーキットでのことでした。私たちのメインビジネスのメインストリームは、ホンダの製造しているツーリングカーをより速く強くするために世界各地の耐久レースに参戦し、それでその、部品の耐久性を高めて、プロダクトアウトするのが目的です。私たちの将来は、タイと共にあると思います。これから若い、アジアの国々と共に、私たちのブランドも成長し、それからより発展していきたいと思っています。ボクサーレーシングは良い。